ナンバー・アンダーライン・アイの音楽に新たな息吹を。ソロモンを含むダンサー陣がステージをさらに輝かせた。ナンバー・アンダーライン・アイがワイヤード・ミュージック・フェスティバルでファンとの絆を深めた感動のステージ。ソロモンの舞台裏写真も必見。ナンバー・アンダーライン・アイが今年のワイヤード・ミュージック・フェスティバルで披露したパフォーマンスは、まさに圧巻でした。観客の熱狂的な声援に依頼ながら、彼らは音楽とダンスの融合を通じて、 心の底から楽ししんでいる姿を見せてくれましたこのステージは彼らがいかにファンとの強い絆を大切にしているか、そしてその絆が年々強化されているかを象徴するものでした。特にソロモンを含むダンサー陣の存在感は、このパフォーマンスをさらに引き立てる要素となっていました。彼らはただバックダンスをするだけではなく、ナンバーアンダーライン愛の音楽に新たな息吹を吹き込む存在となっており、 ファンの間でもそのパフォーマンスへの賛辞が絶えませんでした。ワイヤードミュージックフェスティバルのステージは、彼らにとって今年最後の大きなフェスティバルであり、観客もそれを十分に理解していました。そのため、会場には一体感が漂い、ファンもメンバーたちと同じ熱気を共有していることを感じ取ることができました。観客の中には、ステージの始まりから終わりまでずっと最前列で見守っていた人もおり、 ナンバーアンダーライン愛のパフォーマンスを間近で感じることができるという貴重な体験に大いに満足していました。彼らが曲の合間に見せる笑顔やダンスの振り付けに合わせてリズムを刻む姿はファンとのつながりを強く感じさせるものでした。こうした姿を目の当たりにするとただの観客ではなくまるで家族の一員として彼らの成長を見守っているような気持ちにさせられるのです。また ソロモンが SNS でシェアした舞台裏の写真は、多くのファンにとって感動的な瞬間となりました。彼が投稿したその写真は、まさにナンバーアンダーライン愛のステージの裏側を垣間見ることができる特別なものでした。それは、表舞台で輝く瞬間だけでなく、ステージ裏での準備やリハーサル、そしてその後のリラックスした表情までをも捉えており、ファンにとっては彼らの日常や努力を垣間見る貴重な瞬間でもあります。 ソロモンの投稿に対するコメント欄は、感謝や称賛の言葉で溢れており、今日も最高のステージをありがとうや、ナンバーアンダーライン愛と一緒に過ごせた時間は宝物です、といったメッセージが多数寄せられました。ナンバーアンダーライン愛のステージには、単なる音楽パフォーマンスを超えた特別な魅力があります。それは、彼らがファンとのつながりを何よりも大切にしているからこそ生まれるものです。 彼らは一方的にパフォーマンスを提供するのではなく、ファンと一緒にその瞬間を作り上げるという意識を持っており、それがファンにとっての特別な体験を生み出しています。観客は、ステージのすべての瞬間に自分自身が関与しているように感じ、彼らと共に感動や興奮を分かち合っています。さらに、彼らが全国ツアーを予定していることが発表されると、ファンの期待はさらに高まりました。 今年のフェスでの集大成ともいえるパフォーマンスを見せた彼らが、ツアーではどのような新しい挑戦を見せてくれるのか、ファンの興味は尽きません。彼らは常に進化を続け、次々と新しい音楽やパフォーマンススタイルを取り入れているため、次回のツアーも期待を裏切らないことでしょう。ワイヤード・ミュージック・フェスティバルは、ナンバー・アンダー・ライン・アイの成長と進化を象徴する場所となりました。彼らが初めてステージに立ったときから、 着実にその存在感を増し続け、今や日本国内外で注目されるグループへと成長しています。その背後には、ファンとの強い絆と、彼らのパフォーマンスを支えるバックダンサーやスタッフの絶え間ない努力があります。特に、ダンサー陣の役割は非常に重要であり、彼らがいなければナンバーアンダーライン e i のパフォーマンスは現在のような完成度には達しなかったでしょう。ソロモンをはじめとするダンサーたちは、 音楽に命を吹き込み、観客を巻き込む力を持っています。また、ナンバーアンダーライン愛の衣装や舞台セットも話題となりました。彼らのファッションセンスは常に注目の的であり、ステージ上での彼らの姿はまるでアート作品のように洗練されています。彼らの衣装は音楽のテーマやダンスの振り付けと調和し、観客に視覚的な楽しみも提供しています。このような細部へのこだわりが、 彼らのパフォーマンスを一層引き立てる要因となっているのです。ワイヤード・ミュージック・フェスティバルが終わった後も、ファンたちは彼らの次なるステージに思いを馳せ続けています。彼らの SNS アカウントには、フェス後も多くの感謝のメッセージが寄せられており、最高のステージをありがとう、次のツアーも楽しみにしています、といったコメントが溢れています。No.1 アンダーライン愛のパフォーマンスは、ただその瞬間を楽しむだけでなく、 観客に長く心に残る感動を与えているのです。ソロモンが名古屋の名物料理を楽しんだことを SNS でシェアした際、ファンたちはそのリラックスした様子に心温まりました。彼の投稿には、ゆっくり休んでね、また次のステージで会いましょうといった優しいメッセージが多数寄せられました。彼らのファンとの関係は、単なるアーティストとファンの関係を超えて、まるで友人や家族のような親しみが感じられます。これは 彼らが常にファンを大切にし、ステージの外でもそのつながりを意識しているからこそ気づかれたものです。ファンと共に成長し続けるナンバーアンダーライン愛の姿は、今後も多くの人々に感動を与え続けることでしょう。彼らの音楽はもちろん、パフォーマンスに込められたメッセージやファンとの絆が、これからも彼らを支え、さらなる高みへと導いていくに違いありません。そして、彼らがどのような未来を切り開いていくのか、 私たちもその旅路を見守り続けていくことでしょう。そして、その旅路はまさに始まったばかりです。ナンバーアンダーライン愛は、これまでに築き上げてきた強力な基盤の上に、さらなる成長を遂げようとしています。彼らは音楽的な面だけでなく、ビジュアルやパフォーマンス、そしてファンとのコミュニケーションにおいても、常に新しい挑戦を試みています。この姿勢が、 彼らを多くのアーティストとと一線をすす要因となっているののです彼らの音楽は単にトレンドを追うだけではなく独自のアイデンティティを持っています。その音楽スタイルはジャンルの枠を超えておりさまざまな要素を取り入れることで常に新鮮なサウンドを提供しています。これはナンバーアンダーライン愛が固定観念にとらわれないアーティストであることを証明しており 彼らが今後も進化をを続けてていいくくであろうことを強く示唆しています特に日本国内のみならずアジアや世界に向けて活動を広げていく彼らのビジョンは今後の音楽シーンにおいても大きな影響を与えることでしょう。ファンとの絆をさらに強化するために彼らはライブやフェスティバルだけでなく SNS やオンラインイベントを通じてより多くのファンとつながろうとしています。 特にソロモンが頻繁に更新する舞台裏の写真や日常の投稿は、ファンにとって非常に貴重なものです。彼の投稿は、舞台上の華やかな彼らだけでなく、努力や苦労、リラックスする姿をも共有してくれることで、より人間味あふれる彼らの一面をファンに見せています。これにより、ファンは彼らとの距離がさらに近づいたと感じ、より一層応援したくなるのです。さらに、彼らの次のツアーは、 ファンにとって大きな期待を抱かせるものとなっています。今年最後のフェスティバルで見せた素晴らしいパフォーマンスをさらに超えるものが待っていると、ファンは確信しています。ナンバー・アンダーライン愛は、ただの音楽アーティストではなく、視覚的、聴覚的、そして感情的な体験を提供する存在です。彼らのライブに足を運んだファンたちは、ステージの一瞬一瞬が心に刻まれ、音楽だけでなく、 その場のの場空気感感感や彼らとの一体感を強く感じるこ,とができますこれこそが彼らの魅力の一つであり、ファンが彼らを応援し続ける理由なのです。このようなファンとの密接な関係は、近年の音楽業界の変化とも関連しています。SNS やストリーミングサービスの普及により、アーティストとファンの距離は以前よりも縮まっています。しかし、 その中でもナンバーアンダーライン愛のようにファンとの深い絆を築くことができるアーティストは、決して多くはありません。彼らはただのファンを持つアーティストではなく、ファンと共に音楽を作り上げ、感動を分かち合うアーティストなのです。この独特なアプローチこそが、彼らを特別な存在にしていると言えるでしょう。また、彼らのこれからの活動に期待が集まる理由の一つとして、彼らの音楽的進化も挙げられます。 ナンバーアンダーライン愛はデビュー当初からそのサウンドを絶えず進化させ常に新しい音楽を探求しています彼らの音楽はジャンルの枠を超えさまざまなスタイルや文化を取り入れておりそれが彼らの独自性を際立たせていますこれまでのヒット曲ももちろん素晴らしいですが彼らが次にどのような音楽を作り出すのかファンだけでなく業界全体が注目しています